アクリップ話へようこそ。ヤッホー梅田です。それでは行ってみよう。はい、ということで今回はリコドンがリコドーン、はい、お迎え動画ですね。まあ今回ね、ちょっと新しいパターンで撮ってみたんですけど、見てください、こちらリコドンでございますね。これじゃよくわかんねえよっていう方ねいると思うんですけど、ではね、よく見えてるこちらからね見せていこうかなと思います。こちらはね、よいしょ、じゃじゃーん、リベンジ飼育の子ですね。この子は白マダラというヘビになります。この子はね、俺がね何回か落としてしまった白マダラというヘビなんですけど、まあ、今回はねこちら赤みがね少し強いこの白マダラですね。まあこんな感じでね、今おとなしい状態ですね。あ、おいで。こちらはね、日本に生息するヘビさんですよ。いやー、かわいいねー。いいヘビさんだ。ではね、次の方をね、お見せしていきたいと思います。で、次はね、こちら。ちょっと出てるね。こちらもね、お見せしていくんですけど。よいしょ。じゃじゃん。あ、じゃじゃんっていうか。おお、あ、どっか行く。おすごい暴れてる。こんな感じの子ですよ。やばくないですか、これ。こちらね、なんていうかっていうと、赤マダラです。もう赤の部分がね、本当に非常に少ない感じのヘビさん。なんか黒マダラといってもね、過言ではないですよね。本当になんか逆になってますよね。普通はね、黒がマダラ模様で入っているんですけど、まあこの子はね、赤がねマダラ模様で入っているヘビさんですね。おー、すごい元気がいい。こんな感じですごいですよね。で、この子はね、赤マダラのアベラントっていうやつですね。まあそういう感じのねヘビさんになります。いいねー。そう、こういうのね、いいですよね。おー、いいねー。ということでね、こちらのね2匹の飼育環境作っていきたいと思います。こんな感じに飼育環境が整いましたら、次はね水場をね入れてあげます。で、樹皮とかもね入れたかったんですけど、家にもなくお店にもね売ってなかったんで、今回はね樹皮ないんですけど、まあ見つけ次第ね樹皮を買おうかなと思ってます。で、こんな感じでね水が2つねあります。これでね飼育環境が整いました。まあ本当はね樹皮があればね、この辺隠れ家にねしてあげたいんですけど、まあ今ないんでね、しょうがないんですけど。ではね、生態の方をね入れていきます。では先に白マダラの方からね飼育環境の方に入れていきたいと思います。よいしょ。こんな感じでいいヘビさんですよ。あ、ごめんね、ちょっと寝てたね、ごめんよ。こんな感じのヘビさんですよ。で、この子はね、幻のヘビともね、言われていたりするヘビなんですけど、ああ、なんか自ら環境の中に入っていきましたね。いいね。まあ、これはこれで一回ね、蓋閉めて、次の子ね、入れていきます。ではね、こちらの子も開けていきます。よいしょ。こう、改めて見るとね、すごいですよね。赤まだら感がないですよね。本当に赤と黒がね逆になってますよ。ではこの子もね、おーっと、あー、行かないで、違う、こっちじゃない。お、この子元気がいいですね。よし、ケイ。はい、ということで今回はねマダラヘビをね2匹お迎えしました。こんな感じにねいます。この子の成長がねマジで楽しみなんですよ。で、この子はね飼育の方をねとにかく頑張りたい、
そういう感じですね。白マダラはね、意外と流通しないし、割とね、すぐお亡くなりになってしまうヘビさんなんですよね。なんでね、リコドンオタクの俺からしてみればね、どうやったらうまくね、飼育できるのかっていうのをね、模索しながら再チャレンジいこうと思います。もうこんなところにね、隠れてます。ということで、今回はね、この子たちお迎えしたばかりなので、この辺でね、動画の方終わりにしようと思います。次の動画もまた見てね。バイバーイ。